はい、星野じゆちゃんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとね、膝の痛みのね、患者さんをね、また見てたんですけどね、膝の痛みね、最近、増えてましてね、膝の痛みはね、治していくポイントはですね、まず骨盤のね、歪み、傾きを直していく、縦腰にして歪みを直して縦腰にしていくことが一つ。そして、これ予防法にもなるんですけどね。それからですね、頸骨という骨ですね、でしっかり体重乗せれるようになることが2つ目。そして3つ目がですね、体幹部のこの肋骨ですね、特に肋骨を柔らかくして、柔軟性を高めていくこと、このね3つをね、しっかりやっていくことですね。で、加えて言うならば、太ももの前面、大腿四頭筋に過剰に頼ることなく、もも裏のね、ハムストリングスですね、特に内側ハムストリングスを使えるようになること、この4つですねを意識していけば、意識してるというか、そういうトレーニングをしていけば、膝痛にはならないし、治っていくし、ならなくなりますので、ぜひそういう視点でトレーニングねされている方も、それから今膝痛されている方もやるようにしてみてください。特にね、肋骨とか見落とされがちですから、めちゃめちゃ大事。なんでかというと、肋骨っていうのは12本ずつね、左右あって24本、間は、肋間筋という筋肉でできててね、全部ね、これバネみたいな構造になるんですね。柔らかくなると、硬くなると一塊になってしまって、肋骨がね、その重みがドンと下半身膝に一気にいってしまいますので、やっぱこうスプリング作用ですね、を高めるために、バネの作用を高めるために、肋骨を柔らかくしていくっていうことが非常に、重要になります。今言った4つですね、骨盤の歪みを正して縦腰にすること、そして、頸骨直下にしっかり体重乗せれるようになること、それから肋骨の柔軟性を高めること、そしてもも裏ハムストリングスを使いこなせるようになること、この4つがですね、膝痛大事な治していくのに大事になるんですけども、この4つね、それぞれやっていくのって大変でね、一般の人難しいって感じますよね。だからこそですね、縦腰体操っていうのがやってしまえば、今言った4つを同時に達成できますので、ぜひね、縦腰体操、膝痛抱えている方にバンバン結果出てますので、いい結果出てますから、ぜひ取り入れてみてくださいね。縦腰体操に関しては全5回無料動画講座配信してますから、下にリンク貼ってますんで、そちらから登録して勉強してみてください。それでは今日の話は以上です。今日の話が何かね、少しでも役に立ちましたら、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録どんどんよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきありがとうございました。